チャオ。ダンスビュー11月号 DVD 付録、瀬古正樹千秋のサンバアマルガメーションへようこそ。今回はサンバのアマルガメーションとして僕たちが考えたいろいろなタイミングでいろいろな角度からサンバの練習を皆様にしていただくために作成しました。これを皆さんに踊っていただくとサンバマスターになれること間違いなしです。皆様頑張って勉強しましょう。なお最後にはジャイブを踊っています。ぜひ皆さん楽しんでご覧ください。それではレッスンスタート。リバースターンの1から3、トラベリングボタホゴバック。サンバウォーク、サイドサンバウォーク、ワンアツー、ワンアツー、ワンA two, one, a 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 two.One, a two, one, a two. One, a two, 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 one, a two.それではグループ1の説明に入りたいと思います。グループ1ではまずトラベリングボタホゴバック、そしてサンバウォークとサイドサンバウォークについて説明させていただきたいと思います。それではトラベリングボタホゴバックから入りたいと思います。ここで注意していただきたいことは、お互いの回転量を徐々に作っていただきたいということです。から1 a 2 1 a 2、このように決してこのようにしてはいけません。1 a 2 1 a 2、回転は徐々に起こしていきましょう。続きましてサンバウォークとサイドサンバウォークについて説明させていただきます。このようにされる方が非常に多いです。アトゥワン、アトゥワン、アトゥ。サンバウォークというのはバウンスアクションはありますが、ごくわずかでなければいけません。このようにワン、アトゥワン、アトゥワン。サイドサンバウォークも同様、ワンアチュ。決してバウンスアクションをしなきゃいけないからといって低くなりすぎないように気をつけましょう。クリスクロスボルタの1から7、クリスクロスボタフォゴソロスポットボルタ2レフト&ライト、アルゼンチンクロスの1から9、
one, a two, a one, a two,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  quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow.One, a two, a one, a two,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  quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. One, a two, a one, a two, one, a two.One, a two, one, a two, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. さて、グループ2の解説に入りたいと思います。まずはクリスクロスボルダについて説明したいと思います。ここで気をつけなきゃいけないことは、まずタイミングについてです。多くの方がこのように踊られています。One and two and one and two。ボルタのタイミングというのは、one, a two というタイミングで構成されています。すなわち、one の時間というのが4分の3拍、a というのが4分の1拍、そして two。One and two というタイミングを用いてしまいますと、4分の2拍、4分の2拍、1拍という形になってしまい、バウンスアクションが起こすことができなくなってしまいます。ですので、One and a two and a one and a two and というようにエンドのタイミングでバウンスアクションを起こして、そこからステップをしていくようにしてみましょう。ではソロスポットボルタについて説明させていただきます。まず2人で踊ってみます。 One, a two, one, a two。 この時にしっかりと2歩目のあのタイミングで体重をしっかりと乗せて、中間バランスになっていないといけません。先ほどの、ボダフォーグアクションと同じ体重配分になってしまいますと、このような回転になってしまいます。アーチュー、どうしても2歩目に体重が乗せられなくて3歩目が速くなってしまいますので、しっかりと体重を乗せるように中間バランスになるように気をつけてください。それではアルゼンチンクロスについて説明したいと思います。まず踊ってみます。Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. これはアルゼンチンクロスの発展形でして、4歩目から6歩目にかけて女性を回転させる男性のリードが必要になります。この時に気をつけていただきたいことは、1、2、3、3歩目が終わりました。この次の4歩目、男性が右足をステップする際に大きくステップをしてしまいますと、女性を回転させるスペースがなくなってしまいます。ですので男性は右足を外に開き、体の回転を加えることで女性が回転をするスペースを作ることができます。 Quick, quick, slow。 もう一度いきます。 Quick, quick, slow。 小さくステップ。 Quick, quick, slow。 Quick, quick, slow。ぜひ注意してみてください。プロムナード&カウンタープロムナードラン。
トラベリングボルタ。男子ラテンクロス、女子ボルタ。クローズドロック。Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. A one and two. A one, a two. A one, a two. Slow, quick, quick, slow. Quick, quick.Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. A one and two. A one, a two. A one, two, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick.Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. A one, two. A one, a two. One, a two. Slow. Quick, quick, slow. Quick, quick.グループ3の説明に入ります。まずはプロムナード&カウンタープロムナードランについて説明します。クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロー。このプロムナードランについてですが、通常は1、2、3タイミングというものを用いていますが、今回僕たちはクイック、クイック、スロー、メレンゲランというアクションを用いたアクションを使って踊っています。通常の1、2、3タイミングですとリルティングバウンスアクションといいまして、丘を越えていくように上体が上に上がって下に下降していく、このような動きになります。1、2、3、1、2、3、1、2、3。これを発展させましてメレンゲラン、メレンゲアクション、すなわち膝を曲げ伸ばしすることによるヒップの自然なリアクションですね。この動きを使いながら上体の高さを保った状態で進んでいきます。クイック、クイック、スロー。先ほどの 1,2,3 タイミングは1two, three. これに気をつけてみましょう。続いてトラベリングボルタについて説明したいと思います。 A one and two. A one, a two. ここではトラベリングボルタの発展形としまして、最初のボルタアクション2ビートかけてアクションを起こしています。 1 and 2 a 1 1で着地をしたときに頭の高さが下がってしまって、2でただ音を待っているだけにならないように2拍かけてゆっくりと加工していきましょう。こうすればサンバマスター間違いなし。次は男子ラテンクロス、女子ボルタアクションについて説明します。 A one, a two. ここで気をつけていただきたい男性のポイントとしましては、ラテンクロスのポジションを取ったときに右アームで女性を引っ張らないように、このように
とならないようにしましょう。ですからできるだけ女性の近いところを男性が回り込むように。こうすると彼女も喜んでくれるんじゃないでしょうか。女性のボルトアクションについて説明させていただきます。男性がラテンクロスの形になって、女性がボルタルしながら回転をしていきます。少し方向が変わっていきますので、しっかりと2歩目の足で回転をかけるようにしてください。決してから3歩目で回転を越してしまいますと男性を引っ張ってしまいますので、これだけは注意してボルタをやってみてください。コルタジャガピボット、コルタジャガバックロック、ピボットプロムナードラン。スロークイッ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 クQuick, quick, 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 slow, quick, quick, slow, quick, 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 slow, quick, quick, slow. Slow, quick, 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 quick.Quick, slow, quick, quick, slow, quick, 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 slow, quick, quick, slow. Slow, quick, 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 slow, quick, quick, slow, quick.Quick, quick, quick, slow, quick, quick, slow.続きまして、グループ4、コルタジャガとピボットのつなぎ部分について説明したいと思います。まずやってみます。Slow, quick, 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 quick.ここで気をつけていただきたい男性の注意ポイントとしましては、コルタジャガの7歩目になります。クイッ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 ク、この右足です。ステップの最終歩としまして、この右足はあるわけですけれども、次にすごく早いタイミングでピボットアクションを行うことになりますので、このステップというのはコルタジャガの最終歩でありながらピボットの最初のステップであるという意識を強く持ちます。少し声色を変えて踊ってみたいと思います。スロー、クイック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 、といった形でイメージしていただけるとピボットに入りやすいと思います。どうですか？入りやすいですね。だそうです。続きまして、バックロックについて説明いたします。このバックロックはポルカバウンスを用いて行います。ポルカバウンスとは、弾むように少しボールで床に対してプレッシャーをかけてバウンスをしていきます。じゃあちょっと見てください。スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、少し丘を越えるような、少しこのような頭の高さが変わるバウンスが見えましたでしょうか。男性の注意ポイントとしましては、
ここから女性を前進させて、次に体重移動を行わせて、そして体重移動をさらに戻すときにですね、男性は女性を引っ張りすぎてしまわないように、次に速い曲だ、すごく速く動かなきゃいけないと思いすぎて、スロー、クイッククイック、スロー、クイッククイックというふうに踊らないようにしましょう。もしそうしてしまうと、僕は今日の夕ご飯食べれなくなってしまいます。ですから、スロー、クイッククイック、スロー、クイッククイック、スロー、クイッククイックといった形で、女性に十分な体重移動のスペースと時間を与えてあげることが男性には必要です。これで僕はご飯を食べられます。ジャイブタイムということで、今回はまず2つ説明させていただきますが、1つ目は全般的に行われるシャッセのアクションについて説明します。チェンジオブプレスを例にとります。クイック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 、よくあるステップですね。この時に気をつけていただきたい、まず1つ目のポイントは、最初のクイック1歩目の時にパートウェイト、中間バランスでいることが大事です。こちらの足に乗りすぎてもダメですし、こちらの足に乗りすぎてもダメです。まずこのパートウェイトを心がけます。そこからヒールをつけた状態でスライドさせていきます。少し膝が緩みます。この膝が緩んだ状態を持続させながら3歩目をステップし、徐々に上昇していきます。この時に女性のヒップアクションをご覧いただけると思うんですけれども、もう一度お願いします。クイック、アクイック、女性は右への体重移動を終えて、次に左に移っていく。この時にヒップが右側に傾く動作、これをコントラヒップモーションと言います。このヒップモーションを作ることにより、よりスムースなスイング動作を作ることができます。このシャッセを使うと、クイック、クイック、クイック、あ、クイック、クイック、あ、クイック。というふうに滑らかなジャイブが踊ります。これで、ジャイブキング間違いなし。二つ目のポイント、キックについてです。この場合は、ムーチというステップを例にとって説明します。
quick, 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 a quick, quick, a quick。 これはフリックアクションというお互いに外の足を蹴る動作なんですが、ここでよくいろんな方からかっこいいキックするにはどうすればいいのっていう質問をよく耳にします。かっこよく動作を見せるためには自然な動作でなければいけません。自然というのは歩くときと同様、右足を前に出せば左の腕が前に出ます。左足を出せば右の腕が前に出ますね。この自然な動作をキックを使って表現してみます。クイック、クイック。今から2人とも外側の足を出します。ということは外側の腕は自然と後ろに行きます。たった今右足に乗ってますので、僕は、女性は左足に乗ってます。外側のサイドがやや後方に向かってます。ですから外側の腕は少し前です。そこからキックをする。ポンパッパ、ポンパッパ、ポンパッパ。これが腕を止めてしまうとどうでしょう。なんか初めての入学式みたいな、こう緊張してしまって、こう上体がうまく使えないですね。ですので上体はリラックスをして、足が動いた時に自然とこう腕を振るような動作を作っていただくと、軽快なキックアクションができるのではないでしょうか。どうでしょう。素晴らしい、ありがとうございます。皆様いかがでしたでしょうか。サンバマスターとジャイブキングになれたでしょうか。この続きはまたあるかもしれないダンスビューの DVD 付録でお会いしましょう。チャオチャオ、チャオチャオ。